僕の率いているスカイボックスという映像制作チームがあるんですけども、そこの YouTube チャンネルで株式会社 D プラス様のウェブ動画の1分10秒あたりのブラインドのトランジションのようなやり方がわからないということなので、こちら紹介していきます。やり方としては標準機能ではできなくてフリーのプラグインを使っています。どういったものを使っているのかというのを説明した後に、どこからダウンロードできるのかっていうところを解説していこうと思います。例えば A というコンポジションと B というコンポジションがあったとして、 A というコンポジションは青色で、 B というコンポジションは黄色というような色だったとします。でそれがマスターコンポの中で A と B がこうやって並べられて、 A から B に遷移するときに、こっちが A ですよね、 A から B に変わるときのトランジションっていうものをかけていくときに、今回普通のブラインドだと全部同時に変わるんですよね。ブラインドだとこういう感じで変わるんです。なんですけど、今回質問されていたのが、これが例えば左上から右下にかけてグワワワンと変わっていくっていう感じの内容だったんですけども、こちら使っているのは規格ブラインドというエフェクトになります。これ後ほどあの URL だとか共有しますので一旦見ててください。使い方いろいろあるんですけども、こういう感じで切り替わっていきますよみたいな、太さこう変えたりだとか、まあ、斜めにしたりしてこういう風に変えたりだとかっていうのがすぐ作れるんで、おすすめですということですね。こちらの規格ブラインドなんですけども、検索するとアタラビというサイトが出てきます。こちらカレオバナさんという方が運営されているフリーのプラグインだとかダウンロードできるようなサイトになっています。規格ブラインド以外にもいろいろあります。このサイトの中の下の方にこのダウンロードというところにあって、規格ブラインドの 1.3 というのがありますので、こちらをダウンロードしてください。このダウンロードした後のプラグインの入れ方、知らない人もいるかもしれないので、プラグインの入れ方も簡単に説明していきます。 Windows の方と Mac の方は別々のプラグインのデータになってますので、僕の場合 Windows なので Windows を選んで、そしたら中に規格ブラインド .aex というファイルが入っています。この .aex というのが After Effects のプラグインになるデータになっています。こちらはですね、この C ドライブ、 Windows の方は C ドライブ、この中にこう入っていて、で Adobe のフォルダですね、 Adobe のフォルダの After Effects、 僕の場合は今2021を使っているので2021を選んで、サポートファイルの中に入っていくと、この辺りにいろいろ入れるフォルダがあります。ここにプラグインズというフォルダがありますので、プラグインズの中に直接ボンと放り込んでもいいですし、こうやって規格のフォルダを自分で作って規格シリーズを入れるっていう風にしてもいいですし、こうやって入っている状態で After Effects 再起動すると、こちらですね、エフェクトの中の規格というグループがもうできていて、この中に規格のシリーズが入っていたりします。ここの規格ブラインドをこう適用するっていう感じですね。はい、というのが一つ目の質問でした。